しゃべちゃん始まりました。イエーイ、あおみです。ここです。みなです。よろしくお願いします。今日はキッチンスタジオ。イエーイ。これが配信される時にはもうバレンタインからはちょっと時間が経っちゃってるんじゃないかなとは思うんですけど、本日バレンタインファンミーティングを行うんですよ。バレンタインなんで手作りチョコを作ろうかと思いまして、はい、今から作っていくんですけど、ファンミまでちょっと時間がないので、そうちょっとバタバタしつつみんなでこう分担して作っていきたいと思います。あおみは何作りますか？はい、生チョコを作ります。わーい。ポンコンはチョコドーナツ。チョコドーナツ。私はチョコペンでみんなの名前とフルーツの盛り合わせを最後の仕上げとしてやるんですけど、ちょうど今お昼ということもあるので、私はお昼ご飯を作りたいと思います。ありがとうございます。というわけでやっていきますか。とりあえずご飯炊きます。玄米コシヒカリ。さあチョコをパキパキします。パキパキしている間に本当は生クリームを温めたいんですけど、一瞬で温まるよね、あいつら。すごいね、この炊飯器。めっちゃ種類があるね。炒めますけど、ずっと後ろ姿でもよろしいでしょうか。見て、ほうれん草のアイタイ作ってきた。もしかしたら味濃いかもしれない。あとこれトマトの白だし、こちらもつけてきました。うまいやつだ、絶対に。あと時短のためにピーマン切ってきたんで、まずピーマンの炒めるところから副菜を作ります。これは笹かまと塩昆布とごま油で和えます。はい。食べたらわかるうまいやつ。これ見てる人も大変やん、あちこち見なあかんから。今日は私は2人のためにお昼ご飯作りますけど、ファンミーティングでクイズ1位だった人1人だけ食べれるのよね。それさ、ツイートしたらさ、あおみんがさ、むずすぎて腐って送ってたじゃん。今まで上がった624個の動画から勉強してきてくださいって言って激ムズ。そんなに上げてなんだ。ね、思ってたから。でもさ、どんぐらい動画上がってんねやろと思ったらさ、でもそれをさ、あげたらさ、ファンの人でさ、一人しか食べれないんだみたいな感じやったけど、チョコはみんなもらえますよ。もうザ・生チョコ、王道のバレンタインといえばね、バレンタインデーキー。簡単ですからね、これ。バレンタインデーキー。私が思ってたのと違う混ざり方してるけど、リボンをかけてシャララン、素敵にキンイン。やばい、炒めたものの、菜箸ありません。バターが溶けました。投入。えい、レッツゴー。投入牛乳。ピーマン。すげー。牛乳。投入。久しぶりに作ったけど、こんなんだったっけって感じ。ピーマンと笹かまをただただ炒める動画です。こんなもんよ。玉ねぎを受け始めます。私ちょっと最後の時期めっちゃ重い。バレンタインデーキー、トゥトゥルトゥトゥ。バレンタインデーキー、バレンタインデーキー。塩昆布入れます。これカセット。完成。続きまして野菜炒め作っていきます。油、私今玉ねぎ切ってます。チョコレートを糖化です。何の音だっけ。玉ねぎは野菜炒め用と味噌汁用で分けます。玉ねぎの味噌汁って美味しいよね。美味しいよね。甘いよね。玉ねぎ甘いです。今同じような工程してる。うわすごい、二人とも。私は今日は四角いドーナツを作ろうと思うので。丸じゃないんだ。丸じゃない。丸だと思った。私はこれをじゃあ挟めます。おやすみなさい。おやすみチョコ。ね、こんな柔らかかったっけな。もう覚えてないな。すんごい豚バラの数だね。えい。はい。すごい量だね。本当にね。でっかいやつよかった。13時半。1時半。やばいね、そろそろ食べ始めたい。そうね、先に食べたいね。ほい。これはおひたしね。出しとくね。ありが
これ味めっちゃ濃くなってたらどうしよう。トマト1個食べるか。まあ濃いか薄いか絶対濃いな。そんなにでかいって。昨日漬けたものたちが全体的に味めっちゃ濃いわ。はい、完成。大を切る。コンコンのズレ終わんないとご飯食べれないよ。結構モリモリだね。こんなにいっぱい食べれるかな、みんな。完成しました。お腹すいた。お腹すいた。すごい、なんかガチじゃん。ガチ和食。二人が全然健康的な食事をしているわけじゃないので健康的な健康的な食事を作りました。ありがとうございます。いただきます。食べていこう。メニューの紹介を。じゃあ野菜炒めです。メインですね。はい、あとほうれん草のおひたしと白だしのトマト、はい、大葉乗せてます。あとピーマンは塩昆布で作りました。超簡単、どれもよく作るメニュー。いただきます。いただきます。超ヘルシーメニューね。ね、こんなに品数作んなくない普通、うん、すごいね。うまいわ。おいしい。おいしい。おひたしめっちゃ味が染みてる。うまっ。うん、なんか嬉しいね。なんか健康的。野菜炒めうまっ。うまっ。キャベツ甘い。うん、モリモリだね、これ1人前。なんかやっぱ緑の野菜って体にいいイメージあるからさ、ピーマンとかほうれん草ってよく食べる。トマトも染みてますね。トマト食べよう。美味しいよ。染みすぎてない？大丈夫？大丈夫。言ってる割にそんなに染みてない。うんうん、むしろちょうどいいね。うん、うまい。うめぇ。繊細だね。ありがとう。うん、2人がスイーツをさ、今日作ってんだけどさ、菓子作りってめっちゃ高校生ぐらい最後だと思う。作れない。どのファンの人が権利を獲得するかな。誰だろうね。ね、もう何年もおひたしとか食べてないって言ってたから。食べてない。ほうれん草って一袋買うと7束ぐらい。うんうんうん、もっとあるかな。自炊しようかなと思って、野菜を取ろうと思ってほうれん草買ったら、うん、使い切れないんですよ。うん、一人で全部おひたしにしちゃってもいいんですけど、冷蔵庫にしまうと放置してしまうんですよ。それ以降食べなくなっちゃうみたいな。だからなかなかね、食べれないんですよね。私おしゃれなお皿がないから、自炊したご飯を目線で取ることがない。お皿結構大事よね。大事。多分あんまり見栄えの良い盛り付けができなくて。わかる。すごい料理の盛り付け上手な人いない？インスタとかで見ちゃうねんけど。モリお腹いっぱい。というわけで、チョコレート作り&お昼ご飯を皆さんが作ってくれました。デザートもね、はい、用意しました。二人が作ってくれました。一応ファンの皆様にもね、これを、はい、うん、同じものを出させていただいて提供しました。はい、コンコンがドーナツ、ドーナツ、生チョコをアンミンさん四角じゃなくなった四角じゃなくなった。でも味は生チョコ、うん、はい、はい、食べていきましょう。はい、ありがとう。いただきますね。いただきます。実はね、さっきね、ちょっと食べちゃったんだよね。めっちゃ美味しかった。いただきます。ちょっとそっちは硬いかもしれない、もしかしたら。あれ、どういうこと？物によって違う？うん、分かんない。うまっ。美味しい。うん、よかった。すんごいサックサク。いただきます。うまい。うん、これは好き。いいね。よかった。これチョコかかってるのもすごいいいわ。ドーナツにチョコをかけて、うん、高校生の時に渡したことがあって、その友チョコでね、それがめちゃくちゃうまくいった記憶があって、うんうん、今日もそれ作ろうと思ったんですけど、うん、なんかサーターダニーのちょっと。その時はさ、輪っかで作ったの？輪っかじゃなくて四角で作ったんですよ。うーん、その時の作り方忘れちゃって、うん、今回はこんな感じになりました。めっちゃうまいわ。サーターだけみたいな感じはするけど、食べるとさ、もっと柔らかい。ドーナツ、ほんとに。アーメンの生チョコも食べてください。おぉ、柔らかい。柔らかいです。一生柔らかいです。そりゃそうだわ。うん、おいしい。濃厚。手料理も喜んでくれて、当たったのは女の子だった。私のファンの女の子が結構な量だったけど完食してましたか次はなんかバスツアーとかやりたいねって話してるんで、うん、皆様もぜひ
楽しみにお待ちください。はい、というわけで今回はちょっとバレンタインの様子を少し遅れましたが、うん、お送りいたしました。チャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしております。以上、ちゃべちゃんでした。バイバーイ。